はい、お疲れ様です。速課塾の久保です。今回は、ビットポイントジャパンから体の間、ステーキングサービスが始まったよというお知らせなんですよね。まあ、ステーキングサービスってのをご存知の方多いと思いますけども、このステーキングサービスってのはね、まあ言ってみれば銀行の利息のようなものなんですけども、でも、銀行の利息って自分のお財布から銀行の口座にお金を移さないといけないじゃないですか。例えて言うとですね、この体の間のステーキングサービスってのは、自分のお財布にお金を入れたまんま、体の間は入れたまんま、 でも、ステーキングサービスをするよっていう風な委任の宣言をすることによって、じゃああなたのお財布に直接、えー、報酬を5日ごとに振り込んであげましょうという約束をすることなんですよね。さあ、リスクは何かあるかっていうと、特に体の枝がぶんどられるってことはありません。5日に一度、ステーキング報酬が体の枝ネーダから保有あ付与されますね。で、このステーキングサービスの 報酬は何ででで支支払払わわわれれるるかととというななんんダエけすよねだから、ステーキングに参加する方が増えれば増えるほど、体のエイダってのは全体量を増やすことになるんですよ。で、もともとそのステーキング報酬で付与される体のエイダはどこから来るかというと、体の財団が最初っからステーキングサービス用に保有していたものを全員に分配してくれるっていうことなんですよね。だから、何もないところから生まれるわけではないんですよ。さあ、このステーキングサービス、私たちが利用して、 体の枝を増やすのももちろんですけども、そうすることによって体の枝の透明性、安全性は、ますます担保されて強固なものになるという仕組みでございます。さらにですね、この体の枝を多くの人が知ることによって、そんなお得な体の枝、暗号通貨なら、買ってみようかな、増やしてみようかな、というふうな形で、どんどん体の枝を保有する人が増えるという流れが起きるわけですよね。えー、現在ね、ビットポイントジャマ以外でも様々な日本国内向けの 暗号通通貨貨取取引引所、所仮想通貨取引所でこののカルダダネーースステーキングサービスが始ままっております今回ね、ビットモイドジャパンでは7月27日に始まるよってことですけども、その他様々な暗号通貨の取引所で増えてますんで、これからカルダネーダーを持ってる人は、さらにね、価格を楽しみなものにすることができるんではなかろうかと思います。一応ステーキングの説明をしておきますね。暗号資産の保有者が、 プルフォブステークス、POS と呼ばれるビットコインのマイニングに相当する新たなブロックをブロックチェーンに追加するプロセスに貢献することで見返りとして報酬を受け取ることができる仕組みとなります。ビットポイントジャパンにステーキング対象暗号資産を預けておくだけで毎月報酬がもらえます。毎月と書いてますけども、5日に1度のはずですよね。この辺は詳しく確認してみてください。まあ私はですね、あのー、 ダイダロスの方からステーキングしてますので、5日に1度ということになりますけども、このビットポイントジャパンは5日に1度をまとめて月に1回っていうふうにしてくれてるのかもしれませんね。詳細はあ、ウェブに掲載予定ということでございます。楽しみですね。はい。じゃあ今回は以上でございます。